1パック500円って書いてあるけど450円でなぜか買えた、オリパですね。で1パックって書いてあるパックに入ってないで輪ゴム止めっていうね。で、キラ以上5枚、ノーマル100枚っていう設定の、キラ以上っていうねレアリティと一致しない設定の、セットですが、前回ね同じものを開けた時に、なんとやったれマンが11枚出たという素晴らしい、セットでしたね。開けていいお父さん。なんで、まあ、105枚で450円なんでまあ安いんですけどね。本当前回面白かった。はい、スペースクローラー、スペースクローラーですね。いきなり出た。これは5枚やね、最初に切る。分けよう。スペースクローラー。うん。ですね。次。深海の天の地アトランティス。あ、これ持ってないや。よかった。お、カツキングマックスも入りがち。カツキングマックスも入りがちですね、こういうのに。サタデーナイトメアフィーバー。デカルト9。6カラーやね。あ、これだけ？あ、確かにね。キラ以上なんです。あ、そっか、これスーパーレアなんだね。一応サタデーナイトメアフィーバーね。カツキのワックスもね、あのすごいオリパとかに張りがちな。まあ当たりっていうかね、あのレア枠はこれ以上です。さあ。ノーマルがね、どんなネタが仕込んであるか、前回のやったりマン11枚を超えてくれるのか。ダブリ。え、ユニバーサル、はい、ですね、もういいや。US。はい、デッカポルカ。もうこれね、順番がぐちゃぐちゃなのよね、もうほんと。で、ケンはノーミ。はい。レン君の好きなね、ロリー、ニモか、ニモですね。で、あ、豪速ザドレッド。これいいよね。これいいカードですね。で、あと、最近のカードもよく入ってる。もうほんとね、順番がぐちゃぐちゃなんですよね。で、トビゲール、トビゲール、カツイレル、ブレイズクロー。あ、ブレイズクローね。青いバルト君と一緒の分ですね。で、上カピポ。はい、この辺もう順番ぐちゃぐちゃだ。さあさあ、あ、ナチュラルトラップ。あ、色違い、色違い。あ、デッキバランス、トパーズ、バクシコステロ、ガードマン、ビッグトテント。あら、前開けたパックはなんかジョカズ多くてヘリコプター入ってたんですけどね、今回。あれか、ラウドノイズ、ノイジー強くないこれ。なんで4マナ6000で、このクリーチャーをバトルゾーンで時自分のシールドを2つ手札に加える。ただしそのシールドトリガー能力は使える。強制か。シールドない時は厳しい。あ、出す時よくない。どうすね、どうせシールドがない時とかね。で、ビシッターメッチ。はい、フルーライフ。あら、なんか今回ね、こっちのパックの方が割と良くない？キリモミチュリス。はい。で、キリモミチュリス、小中剣、小竜剣じゃないかね。あ、暴走だ。あ、うん、これね、あのね、レン君がね、相当使ってくる。ほんとね、イラッとするほどね、使ってくる。ブンブンバースト。2マナでね、やられちゃうんですよね。はい、で、ボルギース、ガグツ、マスタースパーク、ソエルボク、ラウーニ、はい、ゴマキですね。ワーポポタンク。ワーポポタンク。で、ギオネフィス、マルボール、フリーズ、チャージャー。サクサクっといこうね、この辺。ミラクルコンビエ、レインボーダッシュ、ケラーサイト、レインボーダッシュ、チョキラビ、はい、モードス、マグネット、マ
はい、どんどんいくよ。ホワチャ、ホワチャ、メダカと、これが、バーサーカートランス。はあ、なるほど。革命のさまよい、ネオベガス、メルガルス、あ、デッキマンか、はい、で、アクロバット、あ、ハリデルベルグ、もう本当ね、順番がぐっちゃぐちゃなんですよね。あ、マッチヒット。あ、このクリーチャーは自分の手札が2枚以下なら召喚できる。2枚以下だと2マナで召喚できる。で、2枚が続く6戦ダブルブレイク。あー、2枚です。え、いや、あ、強くない？ちょっと待って、2枚以下ならまず出して、でこいつ出して555ブランド。そう、これはまたあげるとあなたに私が勝てなくなるので。エリカッチュ、はい、また順番が、もう上下は逆だ。ブラックタッチ、ブラックタッチって何だっけ、呪文、アタックチャンス、ラブドラッチ、はい、この辺おなじみの感じですね。ベア、こうダッシュ、剣心のマン、はい、ドミコラス、ロンドン、おぉ、かっこいいよね、これ。もっとったよ。かっこいいんだよね。はい。で、あ、メタギリスクラッパー。メタギリスクラッパー。あなたまた入れちゃうよね。おそらく入れる。いや、入れますよ。ほんと？エンゾ。音速張りって。で、オーレンジ。なんかね、ね、割と使えるカード多いんですけど、前回みたいにネタっぽくないんでね。どっちがいいんだろう。はい、もうサクサクというか、アザラシ、またもう順番ぐちゃぐちゃ、もうほんと。バロンアルテ、まだだ。あ、音速ガドリングはいいですよ。いいけど、あなたにはあげないもん。これ以上私は負けたくない。シャイン、全く変わった。マスタースパーク、いいですね。よっから、はい、パパの持っている、はい、私がね、集めてるおたたけ M。これいいよね。何枚あってもいい、このカードは。はい。ね。ドンバクボボボ。はい、もういい。はい、ジェゴン。まだ反対。また反対。かっこいいよ。チャケチャケトラップ、ザ・ダンディ、ドルタヨネドン。エステッキ。あ、メガスケールドラゴン。メガスケールドラゴンもね、ポリカ張りがち。カットビタケゾウ。シバイン、あ、これ、かわいいよね。はい、シバイン、かわいいよね。はい、また、パッドバックンチョ、ラグビー、ラグルビ、ナスタル、キズムリン。ね。あ、ブレインタッチ、ブレインタッチ、いいよね。使いたい、使いたい。ドルブロで、チクタクキューンですね。ブラックミニ、オマール、オマールエビ、オマールね、エビ、オマールエビ。あ、ヘブンズゲート、ヘブンズゲートはいい。サイコピー、コピー。はい、これはあのパズラのやつですね。解体やピーカブのパズドラ、パズドラコラボ。今のパズドラはアイガとかやる。アクアトコヘデコイ、デコイ、はい、おお、パスカル先生、ブルマンチュリスのパスカル先生です。これいいよね、このカード好き。ロシンか。パスカル先生のアニメいつ復活するかな。セカンドシーズンね、早く。はい、パルプフィクション、パルプフィクションなんて今のね、お子様というか若い人も知らないんでしょうね。僕は、私がね、あの青春時代の時流行った映画です。はい、映画、うん、レイドボック、あ、これいいよね、このね、あのデザイン大好き、いいよね。なん、2016年なんだけど、結構ね、なんか昔のテイストにのイラストでね、かっこいい。あ、種族、デーモンドラゴンか。デーモンドラゴン。デーモンドラゴン。デーモンドラゴン。
はい、次ギャローズの大リーグのミニロボ2号のふわふわ模型だけ、はい、かわいい、はい、メガサウザンドラゴン、はい、これもねよく言いますね、はい、スキャントーテム、トーテムね、はい、これも、はい、よく入りがち、よく入りがち、ドギラゴンエントリー、これもいいカードなんですけどね、ゴリパ入りがち、はい、次は、ベアッサ、もう終わるよ、ミネーラ、ミネーラ、ドドンプ、はい、撃墜団長メッツァ、これなんだっけ、これメットくん、なんだっけ、メット、このね漫画あの結構面白いというか、あからさまなドーピングなんですけどね、絵がね、藤子不二雄系統の絵でね、これいけないと思うんですよね、あのドーピングよね、人のヘルメットの力借りて、すごい野球をしちゃうっていうね。でイルカ、イルカ、いる、かわいいね、イルカ、いる、イルカの皮膚は、なんだっけ、ナスビみたいな、ナスビを触ってるような感じらしいです。ベアッサ、で、レッドローズ、ね。で、サエポヨ、サエポヨいいよね、サエポヨ。で、トルコイ、ダビッドソン、ダビッドソン。ダビッドソン。あ、ジエンドオブ X。ああ、はあ、はあ、はあ。で、最後、モモンクック。はい、なんのね、ネタ感も、あ、待って、もう一枚あった。ジェイリー、あ、ジェイリーで、ダビッドソンでね。ま、なんか、いい感じかな。サッカーの。はい。でね、はい、ね、何枚 ?105 枚、105枚開けたけど何のネタ感もなく、そんな極端に良いカードもなかったんですけど、まあ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 、ね、面白い、面白い量があるんでね、面白いですね、はい、こんなもんかな、部屋はこうこんな感じでしたね、はい、はい、では今日は以上です、ありがとうございました。